オリンピアにあるワシントン州議事堂オリンピアはアメリカ合衆国ワシントン州西部のピュージェット湾の最南端に位置するワシントン州の州都である。シアトルの南西1 0 0トルに位置している。人口は46,478人。1847年に定住が始まり、1853年にワシントン準州の州都となった。 オリンピアという名前は、オリンピアの北にあるオリンポス山にちなんで命名されたものである。なお、オリンポス山という名前は、1788年にイギリス人の航海者、ジョン・ミアズが発見した際、ギリシャのオリンポス山に似ているという理由で付けられたものである。同じワシントン州に存在するオリンピック半島やオリンピック国立公園も、オリンピア同様、 オリンポス山にちなんで命名された名前である。オリンピアは北47度2分33秒、成形122度53分35秒に位置し、アメリカ合衆国本土48州の州都のうち最も北にある。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積48.0平方キロメートルである。 このうち43.3平方キロメートルが陸地で4.7平方キロメートルが水地域である。総面積の9.77%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口42,514人、18,670世帯及び9,969家族が暮らしている。人口密度は982.3。 平方キロメートルである456.1平方キロメートルの平均的な密度に19738件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人85.26%アフリカンアメリカン1.89%先住民1.30%アジア系5.82%太平洋諸島系0.29% その他の人種1.68%及び根血3.76%である。人口の4.38%はヒスパニック、またはラテン系である。この都市内の住民は21.5%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が11.9%、25歳以上44歳以下が30.4%、45歳。 以上64歳以下が22.9%及び65歳以上が13.3%にわたっている。中央値年齢は36歳である。女性100人ごとに対して男性は91.5人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は88.1人である。 この都市内の世帯ごとの平均的な収入は4846ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は54136ベイドルである。男性は4267ベイドルに対して、女性は31515ベイドルの平均的な収入がある。この都市の一人あたりの収入は22590ベイドルである。人口の12.1%及び、 家族の6.9%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の10.4%及び65歳以上の6.3%は貧困線以下の生活を送っている。大学校内のパノラマ、ありがとうございます。